はい、今すぐそこのですね、ことぶき旅館チェックアウトしてきました。このまままっすぐ行ったらこんぴらさんに登れるということで目指していきたいと思います。よし、ここからね、石段のスタートということらしいですよ。長い長い階段の始まりです。確かね、なんか一番上までは1300何十段とかあるらしいんで、さあ何分で登れるでしょうか。今ね、ちょうど9時27分、まあ9時30分スタートとして、どれぐらいで登れるか、まあ別にタイムアタックするわけじゃないんでね、そういう別に急ぐ必要はないんですけれども、まあ、参考になればなと思います。こんな感じでね、まだあの朝の早い時間ということもあってか、ほとんどね周り人いないんで、こういうやっぱりすがすがしい中をね歩けるっていうのは、まあ、お泊まりのメリットですよ。ところどころね、あの自動販売機とかはあるって確か言ってたんで、まだ大丈夫かな。ここは77段目らしいですね。意外とね、あっという間ですよ。ここはちょうど100段か。ここに100段目って書いてありますよ。ちょうどね、今100段目を登り終えました。この100段目から先がなんか一気にね、壁のように、現在地はここですね。ここで100段目まではね、結構ね緩やかで、なんだこんなもんか、楽勝楽勝みたいな感じで思ってたんですけど、100段目からの先こんな感じですよ。なんか一気に壁のように、目指す先は一番奥の奥舎というところです。ということでね、じゃあこの100段目をね登って、このね高い高い壁を登っていきましょう。上の方にね、なんか入り口が見えてきましたよ。あそこがゴールじゃなくて、まだあそこはスタート地点だと思うんですよ。後ろの街並み、琴平の街並みが結構ね、はるか下の方に見えてきました。ゆっくり登っていかないと結構しんどいですね、やっぱり。よし、ここが始まりの門ですね。なんかセーブポイントみたいな場所がありましたよ。ここにこんぴらさんがありますよ的な、まあ、そういう目印ですよね。はい、この始まりの門から見える景色はこんな感じです。おー、ここまで来ただけでもね、もうね、琴平の街並みが遥か彼方に見えますよ。こっちの方にね、なんかありましたね。なんて書いてるんだこれは。こんぴら本郷って書いてますね。今からスタートしてきますって感じで、ちょっとお参りしていきましょうか。よし、目指せ1365段ということで行きましょう。幸せさん、こんぴらさんということでね、さっきまでの石段もね、また一旦落ち着いて、なだらかな直線コースとなりましたね。これは歩きやすくていいですよ。さっきね、宿をチェックアウトした時は寒いぐらいだったんですけれども、あんだけね石段を登った後だったら、むしろこの風がね心地よく感じてきます。やっぱりね、お参りするんだったら午前中が気持ちよくていいですよね。人も結構少ないから歩きやすいし、ここにはね、なんか宝物館っていうのがあるみたいですけれども、残念ながらね、今臨時休館中ということみたいです。なんかまたね、途中のチェックポイントのところにたどり着きましたよ。コースが2通りあって、表参道と裏参道とあるみたいですね。僕が今登ってきたのが表参道で、こっち側にね、裏参道っていうのもあるみたいですよ。チェックポイントからの眺めはこんな感じで、なんかあっちの方にはね、馬がいるみたいですよ。馬って言ってもね、ただの馬じゃなくて、なんて読むのかな、あれ神馬って読むのかな。顔が見えた。あ、これが月金号ですね。月金号、なんか立派な大きな木があって、大きいスクリューがありましたね。大きいスクリューが、今治造船株式会社、船のスクリューがありますね。こうやってね、途中途中休憩しながらね、登っていくのがいいかと思いますよ。今の時刻は9時50分、だいたいね20分ぐらいで、このなんていうか、馬がいるところまでやってこれましたよ。寄付した人たちですよね、これ多分。会社の名前がいろいろと書いてあります。あ、木漏れ日がキラキラしてて、むっちゃいい感じ。今日はね、多分あのいつもだったらね、結構寒い日だと思うんですよ。風も吹いてるし、でもね、こんだけ石段を登ってきてるんだったら、むしろこの風がね心地よく感じますよ。すごい、こんなね山の上のところになんかカフェがありますよ。カフェが、値段的には、あ、結構安くないですかね。ミニブランチセット、こういうセットがね1000円で売ってるんだったら、いや結構ね安いんじゃないですか。こんだけね山の上にあるにもかかわらず、そんなね山の上価格にはなってないですよ。もう現在地がここで、カフェがあって、その下にレストランがあるって、そういうことみたいですね。カフェテリア、朝9時から夜5時まで、まあ、レストランメニューとなるとね、コース料理はまあそれなりの値段になりますけれども。お、ビールもありますね。ビールもなんかね、見晴らしの良さそうなところがありましたよ。この景色はどうなってるのか。おー、まあ普通でしたね、思ったよりも。
そうそう、でですね、なんかそこのね、今椿姫っていうレストラン、なんかカフェ見てきたじゃないですか。あそこで食事する人限定でですね、そこにあ、ほら駐車場があるんですよ。車でね、ここまで送ってくれるというか、タクシーかなんかでね、利用できるみたいですよ、レストランを利用する人限定で。よし、じゃあ登っていきましょうか。右側通行にご協力くださいとありますけれどもね、もう左も右も関係ないぐらいね、今僕一人だけの貸し切り状態ですからね。ちょっと下までのね、一段と比べて一段の幅が大きくなってきましたよ。まだここはね、本堂ではないみたいですね。一方通行になるようになってるみたいですね。朝日柱と書いてありますけど、なんかむちゃくちゃ立派な建物ですね。これ山の上の方まで本堂まで行って、で下りの時にここに参拝できるっていう、そういうシステムになってるみたいです。お守りのね、メニューが書いてありますよ。今ね、なんか本殿に着いたような気分になりましたけど、まだまだですよ。ここから先道の雰囲気が変わりましたね。森の中を進むような、というかね、向こうの方にちらっと見えてるんですけど、あれが本堂かな。橋を渡って山深いところにやってきましたよ。あと少し、御本宮まで133段登って幸せ福が来ると、いや嬉しい言葉が書いてありましたよ。本宮までの最後の133段が意外としんどいですね、これ。はい、ここでね、ついに登り降りました。おー、これが本宮かな、多分あっちが本宮かな、よくわかんないですけど。おー、すごい立派なね、舞台がありますよ。ちょっと向こうの方に行ってきましょうか。はい、この本宮の展望台からの眺めはこんな感じです。おー、むっちゃ登ってきましたね、なんか思ったよりも。本宮まで785段、奥の社まで1368段とあってね、ここまで785段登ってきたみたいですね。むっちゃいい感じ、うん、一番最初に登ってきたところに見える建物、これが本殿のようですね。ちょっとじゃあここからお参りしていきましょうか。はい、今ですね、後ろにある本殿でお参りしてきました。これからね、奥の社まで行きますよっていうご挨拶をね、してきましたよ。でね、さっきまでここにマフラー巻いてたんですけども、こんだけで登ってきたら結構暑くなってきちゃったんでね、マフラーも外しました。ということでね、今からね、この奥の社を目指しましょうか。ここから先がね、奥の社みたいですよ。多分ね、ほとんどの人がね、この本殿で引き返すのかな。ここまで来て満足してっていう感じの方が多いんじゃないかと思いますけど、よし、ここからね、じゃあ奥の社への入り口となっているようで、スタートしていきます。このね、本殿から奥の社まではね、なんか一気に雰囲気がまた変わりますね。すごい森の中を歩いてる感じですよ。なんか鳥が鳴いてますね、鳥が。何の鳥かちょっと分かんないですけど。そしてね、赤い橋を渡っていきますよ。そうそう、で時間を言うのを忘れてましたけれどもね、下の上り口から本殿まではね、だいたいちょうど30分ぐらいでしたよ。でそこでね、ちょっと5分10分ほどね、休憩して、で今の時刻は10時15分です。あの本殿のあたりでどうせ自販機ぐらいあるかなみたいな感じで飲み物買わなかったんですよ。そしたらね、本殿のところにもあの自販機とか特になかったんで、飲み物はね、下の方で用意しておいた方がいいかと思いますよ。今は冬なんでね、そんな喉とかも乾かないですけれども、これからね、暑くなってきた頃からはね、あの水分補給が大事かと思うんで、絶対ね、皆さんは下の方で準備してから登ることをお勧めします。100段ぐらいまではね、あのお土産屋さんとか自販機とかがあったんで、まあ、そのあたりで買ってから登るといいかと思います。ここは品峰神社っていうところか。すごいね、赤くて立派な建物があります。工事かなんかするのかな。軽トラが入ってるんで、ここまで通じる道も一応あるにはあるみたいですね。多分一般の人は入れないかと思うんですけれども、本殿から奥の社までの途中のチェックポイント、白峰神社にやってきました。この白峰神社は崇徳天皇を祀ってる神社みたいですよ。よし、じゃあ途中のね、白峰神社も参拝してきましたし、今から奥の社を目指します。いや、なかなかね、何度も奥の社を目指しますって言ってるけど、なかなかたどり着かないですね。まだまだね、石段が続きますよ。ここからね、なんか道がすごいね、この道なんか味がありますよね。味が、この先も石段がずっと続いています。こんだけの道のりをね、今登ってきましたよ。でね、やっぱり上の方に登りにつれてね、ちょっと気温がやっぱり下がってきますね。あんまりね、見晴らしは良くないんですけれども、結構な高さあると思いますよ。特にあの柵とかがないから、ここからね、すってんころりにしたら山の下までね、おにぎりのように転がっていくんじゃないかって思うぐらいのね、斜面が続いています。途中の休憩スポットがありましたよ、休憩場所が。
でここでね、ここからつづら売りのつづらが1個ありますね。奥社まで 200m ということらしいです。まあ、200m って聞いたらね、すぐたどり着きそうですけど、多分こうやってね、ひたすら階段を登っていくから結構な距離があるかと思いますよ。つづら売りの2つづら目ですね。今からね、3つづら目に登っていきます。もうちょっとかなって思わせぶりな感じを見せておいて、意外とまだありますね。ついに見えてきましたよ、奥の社。多分ね、この石段を登り終えたら奥の社、ついにね、最終目的地に到着するんじゃないでしょうか。お、見えてきた見えてきた。いや、長い階段を登ってきましたよ。ついにね、奥の社に到着しました。1360段頑張ってね、登ってきましたよ。ほう、ついに奥の社に到着しました。これが奥の社。奥の社から見える景色を、ほう、これがね、1365段登った場所、奥の社からの景色です。こんな感じですね、あの奥の社の敷地内は。そんなに広くないんですよ。特にね、あの展望台とかそういうのが用意されているわけではなく、本当ね、お参りするだけの場所っていう感じですね。そこら中に見えている山があるかと思うんですけども、ずっと高い場所にあるんじゃないですか、これ。いや、ここまでやってきた甲斐がありましたよ。見てきましたね、奥の社。はるばるね、船に乗って、バスに乗って、電車にもね、いっぱい乗り換えて、7時間かけてね、ここね、香川県の琴平までやってきた甲斐がありました。本殿から奥の社までの所要時間はだいたい30分ぐらいでした。だからね、一番下の登り口から本殿までが30分、で本殿から奥の社までがまた30分ということで、まあ、大体片道合計1時間ぐらいですかね。はい、本殿のところまで戻ってきました。大体ね、登りは30分かかったんですけど、下りはね、20分ちょっとぐらいで降りてこれましたね。お、ここがね、絶景のカフェ椿姫ですね。ちょっとビールがあるんでね、さぬきビールいただいていきましょうか。カフェの入り口はこちらです。開いてるかな、本当にやってるのかな。あ、やってそうですね。よかったよかった。アルコール類はね、さぬきビールがありました。700円ということで、これをね、注文しましたよ。まあ、ミニブランズセットとかね、お昼ご飯にいい感じのやつもね、11時半から16時の時間でやってるみたいです。やってきましたよ、さぬきビール。よいしょ、よし。ということでね、このほらほら、むっちゃいい景色を見ながらね、さぬきビールをいただきます。うん、やっぱりね、奥の社まで登った後のね、ビールはもう最高ですね。このね、森の中を見ながら最高ですよ。はい、今ですね、後ろのところにあった椿カフェというところでね、ビール飲んできました。いや、すごいね、絶景の眺めでしたよ。木漏れ日が差し込んでね、むちゃくちゃ良かったです。で、お会計はね、ビールが1本で700円ということでした。これね、季節のいい時だったらね、ここにあるほら、このパラソルが開いてね、ここでね、多分飲んだり食べたりすることもできるかと思いますよ。ここまで戻ってきました。ここまで、この辺でね、飲み物買っていった方がいいかと思いますよ。この辺を過ぎるとね、途中あの飲み物を買うような場所がなくなってしまうんで、特にね、夏場なんかは要注意ですよ。お、すごい、なんかセブンイレブンのね、移動販売車があるんですね。初めて知りました。よくね、生協とかなんかそんな感じのコープとかそういうのは見ますけれども、セブンイレブンでやってるんですね、こういう移動販売。はい、下の街並みのところまで戻ってきました。まあ、9時半に登り始めて、今11時53分、12時ですからね、奥の社まで登って、帰りの途中、椿姫っていうカフェみたいなところでビール飲んで、2時間半ぐらいかかりました。まあ、これぐらいの時間をね、参考にしてもらったらいいかなと思います。でね、泊まってた宿はもうすぐそこですよ。いや、もう本当に便利な場所です ね。ちょっとあの荷物預けてたんで、それを回収してからね、駅の方に戻りましょうか。はい、今ね、荷物を回収してきました。昨日泊まった寿旅館、めちゃくちゃいいところでしたよ。で、今からですね、昨日も見てきた琴殿、あれに乗ってね、高松の方へ向かいたいと思います。お、見えてきましたよ、琴殿琴平駅。横にはね、日本一高い木造の灯籠が立っています。やってきました。今の時刻は12時ちょうどですね。12時12分の電車にね、乗りたいと思います。左側の車両は回送のようで、今からね、この高松筑後行くの普通電車に乗っていきます。まあ、多分ね、全部普通電車しかないかと思うんですけれども、はい、この電車に乗ってきました。で、降りたところはここですね、栗林公園駅。今からね、栗林公園に行きたいと思います。改札口を出て左へ徒歩10分ということで、
もうねこの辺まで来たら結構香川県のね高松の街中のところに今来てるかと思いますよ。でだいたい琴平からね琴出に乗って50分ぐらいですかね、この栗林公園駅までは。ようこそ栗林公園へと。こんぴらさんは琴平町ここですね。ここからね琴出に乗ってことこととねだいたい50分ぐらいですかね。でこの栗林公園駅で降りて徒歩10分で栗林公園にやってきました。開門時間は午前7時から午後5時半までということみたいです。はい、今後ろのところでチケットを買ってきました。入園料は大人1人410円です。時期的にそろそろ梅の見頃みたいなんで、梅が咲いてたらラッキーって感じですね。どうかな、咲いてるかな。ここになんか建物がありますね。これ何でしょう、見学できるのかな。商工奨励館って書いてありますよ。あれ、なんかこっちも行ける。すごいすごい、上まで上がれるみたいですよ。外にも出れるのか、ここ。お、出れた出れた。お、すごいすごい、ここ外にも出れるみたいですね。あ、むっちゃすごい、むっちゃいいですよ、ここ。ほらほら、でこの栗林公園をほらほら2階から見下ろすことができますよ。これ最高ですよね、ほらほら。なんとか奨励館っていう建物に入ったらね、こんな感じの絶景をね、上から見ることができました。しかもね、入園料さえ払えばここには無料で上がってくることができます。今ね、あそこの何の木かな、あれ松の木かなんかかな、剪定してる作業の人がいて、チョキチョキチョキというね、小切れのいい音が聞こえてきますよ。ここの席には多分座ることができないみたいですけれども、あっちの奥の方とかはね座ることができますよ。ここにもね椅子があったりして、こっちもね椅子があって、ここで休憩することはできるみたいですね。この子面白いですね。ここなんか博物館みたいな感じですけど、むっちゃ広いホールがありましたよ。ホールが、まあ、特にこれといって何もないんですけれども、こっちにはなんかうどんのことについて書いてありますね。さぬきうどん発展と歴史ということでね、うどんコーナーみたいですよ。うどんの分類表がありますよ。だしをつけるのかかけるのか、煮込むのか、だしを使わないのか、釜揚げうどん、ゆだめうどん、ひだしうどん、ざるうどん、たらいうどん、ぶっかけうどん、ねぎうどん、かゆくうどん、きつねうどんということで、ガーッとなんとかうどんってね、もう山のようにありますよ。うどんの消費量が日本一ということみたいですね。さぬきうどん研究会っていうところが作ってる本があるみたいですよ。ここでねうどんを食べることもできるみたいですね。そしてこれがね栗林公園の案内図ということみたいです。入り口がここですね。ここから入って、で今見てきたのがこの商工奨励館というところで、まだまだね結構園内むっちゃ広いですからね、見どころいっぱいありそうですよ。栗林公園の園内をぐるぐる回っていきましょうか。梅が見えてきましたよ。梅がこの辺綺麗ですね。この辺おー、咲いてる咲いてる。梅、桜とはまた違ってね、梅は梅でね、あの見方がありますよね。で結構桜の木ってほら高い木が多いけど、梅ってねそんなに高い木がないんで、ここにちょうどいい目線のところにあるのがまた嬉しいですよね。こっちには何があるのかな。あ、ここいいんじゃないですか。これは休憩スポットかな。お、むっちゃいい休憩スポット。ちょうどねここなんか休憩スポットみたいな感じで、こんな感じになってるんでね、まあ、ここでね多分季節のいいことだったら、ここでねあのお弁当を食べたりしてもいいかもしれないですよね。ここなんか渡っていいみたいですよ。ここちょっと渡ってみましょうか。ここで足を滑らせてドボンとかならないようにしないといけないですけど、こうやってね川を渡って、お、行きました行きました。あ、むっちゃ楽しいですね、ここ渡っていくのは。こっち側ね、なんかまた山のような雰囲気になりましたよ。お、ここねまたむちゃくちゃでかい池が出てきましたよ。これあ、すごいな。ほらほら、むっちゃ大きい池がありました。水の底が見えてるんですよ。結構水透き通っててすごい綺麗そうですよ。でほらほら梅が咲いてますよ。この辺もこっち側の方がちょっと咲いてる木が多いのかな。いや本当にね水がむっちゃ透き通ってて綺麗ですよ。なんか魚とかいないのかな。魚とかなんかねすごい山の奥の方にいる、そんな雰囲気が感じられますね。ここあ、こんなとこにすごい金魚じゃなかった鯉がいますね。鯉がこんな透き通った池にいるとむっちゃ綺麗ですよ。ほらむっちゃ綺麗むっちゃ綺麗。水面がねこんな透き通っててね、優雅に錦鯉がほら今泳いでいきました。こっちにもね金色のやつがいますよ。ほらむっちゃ綺麗むっちゃ綺麗。なんか僕が餌をくれると思って寄ってきたのかな。ちょっと何もなくてすみませんけど、お、むっちゃ綺麗むっちゃ綺麗。むっちゃ優雅に今泳いでいきますよ。あ、2匹来た2匹来た、もう1匹も来たよ。おお、すごいすごい、こんな綺麗な池あんまり見たことがないんでね。あ、こんなとこにも鯉がいますよ。すごいすごい。でここほら水がむっちゃ緑色、すごいすごい。この雰囲気すごくないですか。
で向こう目の前にはなんか廃屋みたいなところがあって、あれかな、ここ園外ってことなのかな、なんか柵がしてあって向こう側には行けないようになってるんですけど、この園とはまた別なのかな。まさかね、高松の町の中にこんな水のきれいな場所があるなんて、まあ人工の川なのかな。泳いできた。あ、で、まだ奥にもほらほら2匹いますよ、2匹。おお、むっちゃきれい、むっちゃきれい。おお、すごいすごい。ほらほら、今3匹いますね、3匹。おお、すごいすごい。なんかね、また小高い丘があったんで、ちょっと上がってみましょうか。あの上の方、ここからなんか見渡せるみたいですね。お、ここからの景色むっちゃいい。向こうの方にはほらほら滝が見えますよ、滝が。高松の市街地にいるかとは思えないようなすごい大自然を感じることができますよ。こっち側にもね、ほらほら、現在は西湖の水をポンプアップし流水しているということで、あ、まあいい感じに流れてますけど、どうやらこれは人工の滝のようでした。お、ここにはね、ほらほら面白い形の橋が出てきましたよ。ここでね、あの柵とかがないんでね、踏み外して池にドッポーンってならないように気をつけていきましょう。またね、ほらちょうど真ん中がポコってなってる。はい、ここはね、なんかうどん屋さんがありましたね。すごいすごい、このね、川なんかむちゃくちゃ苔むしてますよ。ちょっとこっち渡ってみましょうか。よいしょ。名物栗林うどん、あ、なんかいろいろ入ってそうです。これ安いですね。で、普通のうどんも520円からあって、結構お得じゃないですか。栗林うどんっていうのを頼みましたよ。770円でした。でね、そこであの食べることもできるみたいで、そこでね、あのテイクアウトというか食べようかと思います。いや、めっちゃいい眺めですよね、ここで。よし、ではね、この絶景を見ながら栗林うどんをいただきます。いや、この景色を見ながらのおうどんを食べるってめっちゃ最高ですよ。でね、さすが香川県のうどんということでね、すごいコシがあってもちもちしてて美味しいですよ。いやー、おうどん美味しかったですね。こうやってね、食後の一杯のお茶をね、飲むっていう大満足でした。いや、本当にね、あの絶景を見ながら食べるうどんはね、あの値段以上の価値が十分ありましたよ。お、ここがね、多分栗林公園で一番高い場所じゃないですか。今あそこのところでね、うどん食べてきました。でね、横に通路があって、ちょっとこう階段を登ってきたらね、こういうね、栗林公園を一望できる絶景スポットがありましたよ。あそこにほらほら、なんか鯉のたまり場がありましたよ。で、水面が本当に綺麗でね、ほらほらね、太陽がキラキラ反射してむっちゃ綺麗。ほら、船が置いてあって、なんかこの船に乗ることもできたみたいですね。今日はなんかやってないみたいなんですけれども、残念ながらね、今日は運休中ということでやってないんですけれども、皆さんもしね、行かれた場合、この船あのやってたらぜひ乗ってほしいですね。よし、この辺りね、そろそろ一周してきて出口ということみたいですね。いや、なんかね、思った以上に見どころがいっぱいあって、いや、結構楽しかったですよ。いや、すごいね、本当に思った以上にね、栗林公園見どころがいっぱいあってむっちゃ楽しかったですよ。で、琴殿に戻って、で、電車に乗ってね、高松のね、市街地の方に行きましょうか。はい、終点の高松築港駅に到着しました。ここがね、琴殿の高松側のターミナルですね。高松築港駅です。高松城跡っていうお城の跡地があるみたいなんで、ちょっと行ってみましょうか。はい、今ですね、チケットを買って中に入ってきました。高松城跡の入園料は大人1人200円です。そんな高くないですね。ここの堀がね、なんか海水が流れてるみたいなんですよ。わかるかな、これかな、これ。海水が流れてて、しかもなんかタイがいるっていう、すごくないですか。これね、お城の中に、このお堀の中にタイが泳いでるっていう。ここでも行けないのかな。海から稚魚が潮に乗って水門から堀に入り、成長した魚にクロダイやスズキ等が泳いでいるのが見えます。クロダイやスズキがね、このお堀の中に泳いでるみたいですよ。タイに餌をやるんですよ。鯉じゃないですよ。鯉じゃなくて、タイに餌をやることができるんですよ。めちゃくちゃやりたいんですけれども、残念ながら今できないのかな。そこ閉じられてますよね。餌あり場所、あ、何箇所かあるのか。今いるのがこの水門で、なんか堀橋、ここでもできるのか。ここにガシャガシャがあって、あの100円やたら買えるみたいですよ。100円を入れて、よいしょ、よし、出てきました。いや、すごいむちゃくちゃね、気持ちのいいほら道ですよ。この横にはね、潮が流れている、海水が流れているお堀の水があります。あの辺に水草ありますけど、あれはね、やっぱりどう見ても海水の海の水草ですよ。あれ、あ、でもほんのり潮の香りがしますね。やっぱりお城のお堀の中にね、海水が流れてて、でしかもタイがいるなんて、いや、これはびっくりですよ。餌やりスポットはどこだ。ここかな、もしかして。ここにもね、ガシャガシャがあるんで、多分ここでやるっていうことですよね。
よし、じゃあちょっと、あ、いたいたいた、わかりますか、わかりますか、ちょっとむっちゃでっかい魚がいますよ。ほらわかりますかね、ほらあ、映ってる、ほらむっちゃでかいですよ、あれなんで、あれスズキとかかな、クロダイかな、むっちゃでかいですよ、しかも思った以上にでかいですね。あ、あの辺にも泳いでる、ほら画面の中央あたりに映ってますよね。むっちゃでかいですよ、しかもここでね、魚釣りしたら絶対でっかいのが釣れると思いますよ。まあ多分やっちゃダメだと思いますけど、よし、じゃあちょっとね、やって、餌やりやりましょうか。餌やり、ここむっちゃいる、むっちゃいる、ほらわかりますか、こんな浅いとこに、ほらむっちゃいますよ、むっちゃでっかい魚が。これタイとかクルダイとかですかね。てかこんな浅瀬にね、こんなでかい魚がいるのってめちゃめちゃ珍しいですよね。お、今なんかビシャって跳ねたぞ、魚が。よし、じゃあ餌とりあえず1個やってみますよ。ほい、うん、あんまり反応がないな。こっちちっちゃいのじゃ分かるのかな。ちょっともうちょっと何個かまとめてやりますね。いきますよ、せーの、ほい、うん、なんかあんま反応がないな。みんなお腹いっぱいなのか。もう一回いきますね、せーの、ほっ、あれ誰も食べに来ないぞ。せーの、ほ、どうや。お、来たか。あ、ちょっと来た。ああ、来たけど、なんか思ったよりな反応ですね。あそこにでっかいのがいる。こいつは食べろ。お、今食べたか。あ、食べてる。はい、どうでしたでしょうか。タイの餌やり体験。結構ね、面白かったですよ。いや、思った、もっとね、もっとなんかもっとバシャバシャ来るのかと思ったら結構みんな控えめでしたけどね。よし、じゃあね、せっかくお城の跡地に来たということでね、あっちの方にね、なんかお城のもうちょっとなんか天守閣っぽいところがあるみたいなんで、向こうの方に行きたいなと思います。目の前にはね、またなんかすごい面白そうな橋が見えてきましたよ。おお、すごい、むっちゃね。で、向こうの方にはほら、琴殿が見えますね、琴殿が。これね、高松の絶景じゃないですか、多分。海水のお堀と。で、向こうにはね、琴殿が止まっています。あの先にね、天守閣の跡地みたいなところがあるみたいですよ。天空へと続く階段っていう感じですね。あれ、どうなの？見晴らしはいいのかな？悪いのかな？あ、もう一段あった、もう一段。よし、このね、足組みの上の先には、おー、絶景が広がっている。おー、すごい。これはね、高松の絶景ですよ、また。おー、こっち側はね、多分あの石組みの跡地というかあれで、もともとは多分ここに天守閣があったんですよね。今はもう残ってないんですけれども。でも、こっから見る景色、この景色が最高ですよ、ほら。おー、このね、海水のお堀と、そして向こうにはね、琴殿が止まっています。向こうの方にはね、船が見えますよ、船が。はい、どうでしょうか。高松城跡の展望台にやってきました。むっちゃいい景色。おお、そしてね、高松の街並みを一望することができます。はるか先にはね、海も見えますよ。電車の音がほら聞こえて、今頑張って走っていますよ、琴殿が。おお、ギシギシとね、音を響かせて、ビルとビルの間を駆け抜けてやってきています。いや、ここからね、釣りとかしたら絶対楽しそうですよ。まあ、やっちゃダメなんですけれども。でも、昔のお殿様とかは知ってたのかもしれないですね。こういうとこから釣り。絶対やりたくなりますよ。うん、僕だったら絶対やってますね。あの橋の上からとか、釣りしてたんじゃないですか、多分昔のお殿様は。またこの橋を通って戻ります。あ、ちょうどね、今、発車ベルが鳴って、今発車しようというところですね。琴殿がね、今どこの行き先か知らないですけど、今頑張って走り出しました。結構ね、走り出しが早いんですよね、琴殿って。なんかね、気づいたらあっという間にガクーンって、もうダッシュがすごいですよ。で、止まる時もね、結構急にガクンって止まるんで、結構びっくりでしたけど、この高松城の跡地をね、この公園をぐるっと一周回ってみようと思います。海の魚もいるしね、ここもね、海の一部といっても間違いないかと思いますよ。この白い石とね、輝く太陽と反射した光、すごいなんか、で、音がなんか聞こえてきますね。これ船の音かな。なんかここだけこうやって見たら、まるで海にいるかのような感じですよ。はい、今ですね、高松城跡見学してきました。いや、むちゃくちゃ楽しかったですね。本当にお堀に海水が流れててね、海の魚がいっぱいいるっていう、しかも超でかいっていう、見どころ満載でしたよ。結構ね、40分ぐらい滞在してたのかな。それぐらいね、見どころいっぱいありました。
でね、せっかくね海の近くまで来たんで、今からねちょっと海の方も見学していこうかなと思います。もうすぐそこにね、あの高松の港があるみたいなんですよ。まあ、さっきもね、あのフェリーとか止まってるとこ見ましたもんね。で、一応今日の予定はですね、今日京都に帰る予定なんですけれども、高速バスでね、あの京都まで帰ろうかなと思います。まだね時間がちょっとあるんで、もうちょっとこの辺を散策しましょうか。で、この辺にはですね、結構フェリー乗り場があって、いろんなところにねフェリーで行けるみたいですよ。さすがね、あの海の町瀬戸内海ですよね。もう船がね今でも交通の主役ですよ、この辺りでは。まあまたいつかね、あの離島探検とかもやってみたいですね。お、今ねフェリーが出港していきましたよ。四国フェリーって書いてありましたね。どこに行くのかちょっとわかんないですけれども、ここにね、あの階段があって、この上に登っていったらね、高松駅、 JR 高松駅とか、まあ、そっちの方ともねこういう連絡通路でつながってるみたいです。お、すごい、この上のところ、この連絡通路もなかなかかっこいい雰囲気ですね。なんかね、あんなところにほらほら、なんか謎のオブジェがありますよ。ほらほら、この感じなかなかいい感じで歩いていくことができますよ。まあ、だからなんだと言われたらね、別に、そうなんですけど、まあ、ほとんどが小豆島のかな。まあ、小豆島行きのフェリーが多いみたいですね。でですね、今の時刻は16時15分、16時40分発のねバスに乗って京都に帰ろうかなと思っています。で、まだあのチケットとかも買ってないんで、今から買いに行くんですけれども、多分ね、あの JR 高松駅のすぐ横あたりになんかバスターミナルみたいなのがあって、そこで買えるんじゃないかと思うんですよ。まあ売り切れとかは多分ないと思うんですけど、まあ、念のため早めに買っておいた方がいいかもしれないですね。横の辺はねすごい都会感がありますよ。なんかまるでね空港の方に来たかのような、そんな感じですね。で、こっちが JR 高松駅かな。このエスカレーターもなんかいい感じですよね。あの奥に見えるのが高松駅みたいですね。海水池っていうのがありましたよ。これもしかしてあれじゃないですか、これ海水みたいですよ、海水。おお、すごい、こんなね、あの高松の駅の前にねこういう池があって、噴水があるじゃないですか。よくこういう大きい駅の前とかにあったら、まあ、都市公園とか。高松はね噴水じゃなくてね海水の池がありますよ、海水の池が。いや、すごいですね。ここもしかしてお魚入り込んだりするのかな、ここにも、ね、さっき あの高松城跡のお堀みたいに、ここにもねなんか魚とかいたりするんですかね。今のところね、どこに生き物は見えないんですけど、多分ね、あのフィルターみたいなのがあるのかな、どっから入ってきてるのかちょっと分かんないんですけど、あの向こうの方に見えるあの岩のところ、あそこから入ってきてたのかな。おお、この高松駅もねなかなか立派ですよ。四国一のね駅といってもいい感じじゃないですか。高知県の人とかね、愛媛県の人に怒られそうですけど、実はね、あんまり僕高速バスで乗ったことがないんですよね。あの奥になんか建物っぽいのがあるから、そこで買えるのかな。はい、今ね京都行きのチケットを買ってきました。16時40分発で5050円ということみたいです。ただいまの時刻は16時30分。このあとね16時40分のバスに乗って京都駅に帰ろうと思います。香川県高松琴平1泊2日間の旅、いや、なかなか楽しかったですね。どうでしたでしょうか。行きはねフェリーに乗って7時間、こんぴら山のある町琴平町へ行ってきました。でね、今日はねこんぴら山に登って、琴出に乗って高松へやってきて、栗林公園を見て、それから高松城跡を見て、高松の海を見て、いや本当にね1泊2日でね大満足でしたよ。よかったらね皆さんもこんな感じで1泊2日間の旅でもね、あのちょっと四国へ行ってきて、フェリーに乗って、電車に乗って、いろんなところに行ってみてはどうでしょうか。これからもですねどんどん旅の動画の投稿を続けていこうと思っていますので、もしこの動画を見てねよかったなと思っていただけたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あ、ちょうどね向こうにね京都行きのバスがやってきましたよ。あのバスに乗って京都駅の方に帰りたいと思います。行きは7時間かかりましたけどね、帰りはどれぐらいで行けるでしょうか。はい、バスの車内はこんな感じです。いや、なかなか立派なバスですよね。おー、このバスはこれから先高松自動車道、神戸淡路南部自動車道、名神高速道路を経て京都駅へ向かいます。
現在時刻は18時30分。現在地は淡路島にある室津パーキングエリアです。ここでね、10分間の休憩ということでした。はい、無事に京都に帰ってきました。だいたい3時間20分ぐらいで到着しました。いや、高速バスすごいですね。めっちゃ便利ですね。ちょうどね、後ろにはね、京都タワーが見えていますよ。ということでね、香川県琴平町高松1泊2日の旅、いや、めちゃくちゃ楽しかったです。これからもね、どんどん旅の動画をアップしていきますので、もしよかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。トラステアでした。